2018年5月に2日、突如としてこのような書き込みがなされた。幼稚園にいるハンドメイドママ。休日とか縁終わってからとかわざわざハンドメイドのワンピースやドレスエプロンやら帽子やらバッグやら娘に着せてほんと迷惑。ディズニープリンセスの色を意識してオマージュの普段着っぽくしてるらしいけど、うちの娘が羨ましがって本当に困る。よその子が欲しくなるようなもの作るなよ。今日もたまたま夕方あったら縁の制服から律儀に着替えて新作着てたわ。その子も、ママが作ってくれた、とか言うからうちの子も作ってってわがまま言って大変なんだよ。この前あまりにしつこいからファンシーショップみたいなとこでわざわざプリンセスドレス買ってあげたのに。これがない。カサカサしてる。まるまるちゃんみたいなのがいい。って言って一回着ただけで終了。夏は手編みの麦わら帽、秋は立派なフェルト帽、冬は毛糸帽。全部100均とは見た目にも違うから真似しようがないし、根本的に無理。前々から娘が羨ましがるから作ってほしいって言っても、仕事しつつ夜鍋して作ってるからよその子のを作る余裕はないだってさ。独学だから色々参考にしたら誰にでも作れるって言うけど、人には向き不向きがあるし、ネットで検索しても同じようなやつは出てこない。市販のものくらいの金額を提示しても生地代がもっとかかるとか、見えすいた嘘でのらりくらり。お下がりとか着てないのでもいいよって言ったら、娘のために作ってるやつだから他に譲ることは考えてないって。だったら見せびらかすみたいに着せるなよ。なんか在宅で仕事しながらも我が子のためにハンドメイドしてます。って主張してんのかって思う。娘に。なんでママはお仕事してないのに何も作ってくれないの？まるまるちゃんはママお仕事してても朝起きたら新しい服とか帽子ができてるって言ってた。って言われてほんとモヤモヤする。独学でできるとか、娘だけに、とか本当にやめてくんないかな。他の子が羨ましがるものを持たせないでほしい。はいはいあなたの子は可愛いですねー、すごいですねーって感じ。いい母親ぶってるの丸わかり。どちらかというとよこせ。ってねだる方がすれたいでは。休日、公演後ならもう満杯。その他の対応も相手に全くの非なし。お金を払うなら専門のところであつらえてもらえばいい。愚痴みたい気持ちはよくわかるが。一方的にその母親を非難しているだけで、その母親が悪くないことを、お前は自覚してない。それがここの住民の反感を買う。自分で生地からパーツやら揃えると市販のもの買うより高くつくのよ。考えると作る分だけ買うのだから単価が高くなって当たり前なんだけどね。だからそのハンドメイドママは嘘ついてないよ。バレッタとかカチューシャなら100均のアイテムで簡単に作れるから試してみたら？あなたもあなたの娘も、人のことばかり羨むのは意地汚い。ですよ。挙句の果てには、いい母親ぶって。とか悪口ですか。着ているもの、持っているもの、他人のものは欲しがらない方がいいですよ。子供にきちんとしつけしてください。くれくれして断られて恥ずかしくないの。他人と比べず、あなたなりに娘を大切に育てればいいじゃない。別に比べてるわけじゃありませんよ。しつけもしてますし。ただ、子供が羨ましがるのは仕方なくないですか？それに対して市販のものを買ってあげたけどダメだったんですが、そういう風になる原因を作ったのが、そのハンドメイドママなのでちょっとなぁと思っただけです。実際お金出すとも言ってますし、くれくれじゃないです。みんなで買え。なければオーダーしろ。このドケチ。人を羨んで人のものを欲しがってる時点でしつけできてない。その手作り親子と距離ができたとしても、他の人や芸能人を羨ましがりそう。小さいからしょうがない、じゃないよ。将来欲しいものを手に入れるために手段を選ばない人間にならないよう、今しっかり言って聞かせないと。娘さんにとってわかるがダメなんだよ。あなたに作ってほしいの。だからハンドメイドママさんから買ったりしても多分娘さんは満足しないんじゃないかな。ハンドメイドママさんより劣るものでもママが作ってくれたものなら、それが特別なものに感じてすごく嬉しがると思う。あと、簡単なものでもいいから何か一つでも作れたら自信がついてくるもんよ。さあ、リボンハンドメイド。で検索だ。リボンなんかは作ったことがあります。でも明らかに向こうが作ったやつの方が娘は可愛いらしく、真似しようにもどうやって作ってるのかわかりません。ママが作ったものをっていうより、単純にその子の着ているような形の服や帽子が欲しいみたいで私には無理です。作り方を聞いても独学で色々作ってみて毎回改良してるからと教えてもくれません。エンデのバザーに出してと言ってもたくさんは作れないっていうし、だったら着させるなよって思います。ミシンも生地もありますが、作り方を教えてもらえない以上ミシンが勝手に作ってくれるわけじゃないし、編み物だって棒が勝手にやってくれるわけじゃないですよね。独学言うなら教えてくれてもいいと思うし、もう着てないやつがあるなら譲ってくれてもいいと思う。
なのに全部ダメで、うちの娘が欲しがっても親子して譲らない。公園で遊ぶ時もその服とか帽子で。汚れても破れてもまた作るから。って、だったら欲しがってる子にあげたり作ったりしてもいいじゃんって思いますよ。汚れても破れてもいい服なのになんで人に譲るのは嫌なのかがわからない。生地も日暮里とかで買ってるって言ってたんで市販の服より安くできるはずです。現に私も日暮里に行って似たような生地を見ました。作ってもらえることになったとして、手間金はいくら払うの？人に面倒なもの作りさせておいて、まさか材料費だけしか払わないなんて非常識なことはしないよね。市販のものと同じくらいは出します。なら市販品買いなよ。というか、次から次に毎月のように新しいアイテムを身につけているので、正直購入するのももったいないですし、作れないので、他の子が羨ましがるようなものは着せないも出せないってしてほしい。市販の服でもオシャレできるのにわざわざハンドメイド自体がもうちょっとなーって思う。ハンドメイドだと他の子が欲しがった時どうしようもないのに。そこら辺は考えずにいい母でしょみたいな感じがすれたい。スレミン A さん、買ってもダメだったら帰ってるんですが、コメントくれる前にちゃんと読んでくださいね。安物だから質感悪かったんじゃない。だから、その子が着てるようなやつが欲しいんですって娘は。で、市販のものも探しましたしネットでも探したけど同じような色の組み合わせとか形とかがなかったんです。だからプリンセスドレスを買ったけど、やっぱりその子が着てる形のワンピースや帽子がいいっていうから困ってるんじゃないですか。市販のもので高くても同じのがあったら買ってますよ。市販ではないから言ってるのに、なん癖つけたいだけですよね。釣られてみるけど、誰も教えてくれないなら自分で探すしかない。他力本願は良くない？娘もそういうやり方を見て育ち、こねれば誰かが何とかしてくれると勘違いさせるよ。古本屋や書店、ネットショップでもそういう類の本はあるし、図書館にもある。ネットで検索することもできるし、どうしても手作りして娘を納得させたいならお金出して教室にでも行って習うって手もある。これ全部やってもダメなら、娘に泣いて謝って、ママは手先が不器用だから作れないの。ダメなままでごめんね。と。単純に、うちはうち。よそはよそ。追い続けるしかないと思うけど。それが自分でできないから、見せびらかすな。作れ。ただでよこせ。なんでしょう？子供を諭すのも親の務めだと思うけど。よそはよそ、うちはうち。手しつけることも大事だと思う。子供がわがまま言うからよその人に着せないでとか、くれくれとかおかしいよ。ただでよこせやくれくれではないです。コメ読んでないのに思い込みで非難する人が多いのでもういいです。ちゃん読んでからコメントするようにした方がいいですよ。本当に思い込みの強い方ばかりですね。さよなら。ダメなこりゃ。はい、いつもの捨てゼリフパターンで終わりました。みんな、ちゃんと読んでレスしていますよ。あなたこそ他人の話をよく聞きなよ。他人のものは欲しがる小引きのくせに。誰かも書いてたけど、ミンネとかクリームとかハンクラ通販サイトでオーダーしなよ。自分ができません。って時は金で解決すればいい。それなりに金かかるけど、自分で全部の道具、素材集めて作って失敗するより安上がり。あなたが叩かれてるのは知人が安くやってくれないか、というセコケチ思想が透けて見えるから。立ちの悪い釣りであってほしい。子供が欲しがるものを与えるだけが愛情じゃないと思うし、自には我慢を教えないと。欲しい欲しいとねだるのを黙らせるために一度与えたら、それが通ると認識して要求がもっとエスカレートすることにもなる。完璧なままじゃなくてもいいんだよ。ハンクラママさんはたまたまハンクラがうまかった。キラキラしたオシャレな服を作れるだけだった。あなたはあなたなりのキラキラした部分があって、それでいいんじゃないの？子供は確かにいろいろ欲しがるよ。でも、それら一つ一つを聞き入れて全部叶えようと思ったらものすごい労力とお金が必要になる。リボンのゴムとか作ってるんだよね。ママはこんなのしか作れないんだ。ごめんね。ハンクラママさんみたいにはできないけれど、あなたに喜んでもらいたくて、うんと頑張って作ったんだ。って気持ちを伝えてみたらどうだろう？ハンドメイドママもちょっとなーってのはわかるよ。うちだったら他の子が羨ましがるだろうし。今回の件みたいにトラブル起こるのやだから休日着させるとか、残念ながら乱儀だからハンドメイド欲求持て余してるけど、ハンドメイドママも危機感ないというか、羨ましがられることに喜び感じちゃうのかなってのはあるけど実際そうなのかは判断しかねる。そんなんで一気がカリカリする必要はないわけよ。娘さんの欲求とハンドメイドママとで板挟みになってて疲れちゃったんだろうけど、最初の書き込みは印象良くないし、娘さんにも今後の教育も兼ねて我慢させることを教えてあげてね。大変だろうけど頑張ってね。市販の服で気に入らないのはうちの姪っ子でもあった。プリキュアの服が欲しい欲しいとだだこねして、
兄嫁が一度市販のを買ったけど、これじゃないー、と泣きわめいた。市販のやつってそのまま来たらスッカスカだしそれっぽくならないもの。本物よろしくばりに見せようと思ったが、やはり色々手を加えるしかない。兄嫁が私に泣きついてきて、ハンクラの仕方を教えてと言われたから、一度レクチャーしたら不器用ながらハマったらしく、今や立派なハンクラーになったよ。教えると言っても、私も我流だから、自分で買ったものを一から縫製をばらしてパーツごとに型紙作ってとか教えただけなんだけどね。そこからは兄嫁が勝手にネットで検索して腕を上げていったよ。手先が不器用だから、と何の努力もしなかったらいつまで経っても望むものは手に入らない。努力あるのみだよ。以上で終了なのだ。最後までご視聴ありがとうなのだ。よろしければコメントを書いてほしいのだ。チャンネル登録、高評価もお願いなのだ。バイならなのだ。